見られる時もあります。そしてですね、あとよくお客様から聞かれるんですが、湯冷めしないのって聞かれるんですが、この子たち実はしません。昆布くんすごいおならしてますね、さっきからすごいポコポコしてます。この子たち触ったことがあるお客様わかると思います。毛がとっても硬いです。実はね、見てわかる通り泳ぎます。水の中に入るので柔らかい毛をしているとですね、この子たち全然ですね重くて歩けません。なのでたわしのような硬い毛で覆われてます。なのでブルブルってしたらすぐ水がね、すぐ乾くような体つきになってます。チビちゃんたちはあれですね、ここに上がってきたチビちゃんはお父さんに食べられないように上がってきましたね。ちょっと浮いてきちゃいましたね。さっきからおならしてたのは今度これかな。時間が経ってくるとチビちゃんたち取っ組み合いのじゃれ合いをします。その時ですね、水結構跳ねますので、カメラ向けてると水跳ねちゃうかもしれないので注意してください。もしですね、何か聞きたいことありましたら気軽に声かけてください。あ、大きさこれ最大です。お父さん今ね、向こう側にいる子とか潜ってる子が最大ですね。お父さんで今50キロぐらいあります。もっと体大きい、今まだいないんですけど、お母さんの金時ちゃんはだいたい60キロぐらいありますね。はい、とても気持ちいいようですね。全く動かなくなりました。ちなみにですね、これ本当にカピバラさんにも効くかはわからないんですが、柑橘系のもう果物はですね、お肌の保湿効果もあるって言われてますね。なのでカピバラさん の肉球とかですね、そういったお肌の乾燥を予防してくれるなんかも、もしかしたら効果があるかもしれませんね。
ね、あとこの子たちもちゃんと長風呂すれば伸ばせます。ちょっとね、出るときフラフラってします。あ、いいですね、ちゃんと正面のお客様の方にサービスしてくれてますね。もう一度最後にカピバラさんのお写真が撮れるチャンスがありますので、ぜひ皆さん構えておいてください。あげた葉っぱとかね、ちゃんと木の幹もしっかり食べます。時々ね、あの何も食べてないのにもぐもぐしてる子たちがいるんですが、それ実はですね、石をゴロ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 口の中に含んで飴玉みたいにねしてます。あとは硬い、何も食べてないのに口もぐもぐしてるなと思ったら、ちょっとじーっと見てみるとね、石ペッて吐き出します。はい、お父さんにはやっぱり勝てませんね。はい、でもちびちゃん負けじと言ってますね。こんなね、お父さんも時々失敗をしましてですね、木をねポトッと落とします。その時すかさず子供を一生懸命ね持ってって逃げます。さあ、今日はなかなか取れないですね。奪うことできないです。今回あまり長くなかったですね。
はい、こんな可愛いシーンも見られますのでね、まだまだ伊豆シャボテン動物公園楽しんでいってください。この子たちまだあと30分以上はね、この子たち入ってもいますのでね、また可愛い瞬間が見られるかもしれないです。ぜひ、あ、ちょっと惜しかったですね。はい、こんなシーンもありますので、ぜひ楽しんでいってください。